ーディナル出場メンバーがウィー選手、コディ選手、アイカ選手です。それでは参りましょう。波動ファイト。これに勝った方が決勝ラウンド進出です。さあ今回はお互いにシールドプレイヤーが1人ずつ、そしてユニコーンはね、さっきも出ましたが5221、アタッカーが2人とも5221。さあまずね、先生の1枚目を貼ってきましたがね、失点されないユニコーンのこの底力というんですか、やっぱ余計すごい、避けますね、際どいところでしっかり避けて、うわし、うまいですね。ライフから1点取れたのだいぶでかいんじゃないですかね。そうですね。そしてつかさずライフ残り1枚になり、まあ下げる形になりました、はい、そしてシールド展開。残り40秒後半戦。いやそこは危ない。あ今 B さんはやっぱ、はい、全体をよく見てますね。視野が広いという、やることしっかりできている、うんうん、しかしユニコーンがここから残り4枚シールド残ってますからね。全然巻き返しますよユニコーンは。この状態でシールドがあと2枚残っている。あと2枚残ってる。これやる側はだいぶきついですね。オーディナル側からしたらだいぶ。おっとしかし取ってきたぞ。さあわからない、この試合に勝った方が決勝ラウンド進出。現在同点、そして残り時間が5秒。スレスレだ。うわうまい。さあこれでここで粘れるか。あー粘れなかった。2対3でユニ